今日はですね、今年の公務員試験の注意点についてお話ししたいなって思います。で、ちょっと注意点ってやんわりタイトル書いてあるんですけど、はっきり言って今年の公務員試験残酷です。で、今日言うことを人によってはちょっと精神的にプレッシャー与えちゃったり焦らせちゃったりすることあるかもしれないんで、ちょっと精神的にあんまり揺さぶられたくないなと思ってる人は今日の講義聞かない方がいいです。てか本当に戻った方がいいです。で、だけどそれぐらいリスク背負ってでも今年私何人か公務員試験受けてる方指導してる中でですね、例年と違ってものすごく残酷だなと思ってる真実があるんで、ちょっとそれをお伝えしたいなと思います。はい。で、今年皆さんがご存知の通りウェブ面接増えてます。もうなんでかっていうと、もうコロナウイルスの猛威が全然去ってないからです。もうむしろ日に日に脅威というものが増していてですね、で、私ももうこう駅前の方に今スタジオあるんですけど、もうとうとうやっている飲食店1店舗だけになって、あとはもう全部閉鎖して、ホテルも閉鎖して、人通りもうゼロの状態です。もうそれぐらいひどい状況になっていて、で、公務員試験も日程延期に延期重ねて、でもしびれを切らした自治体が一次面接をウェブ面接にしているところたくさんあります。で、ウェブ面接ライブ配信の形式だと、まあ、リアルタイムでお互い話し合ってるんで、実際に面接している要領と、まあ、そんなに変わりはないんですけど、この録画型ウェブ面接、これは増えてるんですよ。で、なんで増えてるかっていうと、やっぱり日程が延期に延期重ねちゃってですね、で、もうその受験生側の日程と市役所の日程も合わせることが困難になってきてるんですね。だからだいたい3日間ぐらい猶予を与えるから、まあ、その3日間のうちに、指定したサイトにアクセスして、で、私たちが事前に用意した質問に対する回答を録画して、で、その録画したデータを市役所に送ってくださいねという、こういう面接が増えています。で、だいたい録画型のウェブ面接って、まあ、私が指導している自治体の中ではですよ、1問ぐらい必ずあなたの考察力や企画力を問う質問があるんですよ。まあ、なんでかっていうと、例えば録画型のウェブ面接って事前にじっくりと質問を受けて自分回答を用意することができるわけなんですよ。だから志望動機とか自己 PR 言ってねって言っても、だいたいみんな対策してきてるでしょ。で、事前にその質問分かったらしっかりとシミュレーションして予習した上で答えるんで、はっきり言って差があんまりつかないんですよ。よっぽどトンチンカンなことを言ってる受験生がいたら落としたりとかできますけど、なんかそのテンプレ的なもんね、あなたの長所短所とか志望動機とか、まあ、あなたがこれまで経験したこととそれを市役所で何にできますかとか、まあ、いわゆるそういうちょっとテンプレ的な質問を設けても、録画型なんでみんなじっくり考える時間があるからあんまり差がつかないんですよ。だから例えば、その受験している自治体の、地域活性化につながる提案を何か考えてくださいとか、そういう企画力考察力を問う質問があったりするわけなんです。そうすれば結構差が出るんですよ。事前にその質問を受けてですよ、で、自分がその自治体しっかりリサーチしていたりとか、あるいは他に利用できる制度などがないかとかしっかりリサーチしている人と、全くそうでないパッと思いついて考えた企画を話している人とでは、その回答内容の質に雲泥の差が生まれるからなんです。で、そういう差別化を図ることができるから、録画型のウェブ面接ではですね、かなりの高確率で1問ぐらい考察力、企画力を問う質問があるんです。で、今私受験している自治体の中ではやっぱり1問ぐらいは必ずこういう質問あるよってことなんです。それでですね、まあ、何が残酷かっていうと、その指導をしてくれる人をつけてる受験生と全然そうじゃない、もう自分一人で挑んでる受験生と、じゃあこの録画型のウェブ面接の回答の質が全然違うものになってくる、そのこの質の差が生まれちゃうってことなんですよ。まあ、もちろん今までエントリーシートとかも、そのいろんな人にアドバイス受けたりとか利用してる人たくさんいるんですよ。だけどエントリーシートってある意味フェアじゃないですか。まあ、自分が例えば、自分がですね、その書いた志望動機の内容とか自己 PR の内容について、例えばその
が大学のジムに行ってキャリアセンターで転職受けたりとか、あるいはハロワンに行って転職受けたりとか、まあ、そういった感じで、みんな転職受けたい人は転職受けて、で、事前にですね、こう頭を回転させて、やっぱこれが一番いいなと思ったものを提出する。で、まあ、そういう努力しない人はそのまま出しちゃうとか、そういう感じでですね、フェアな機会が与えられているんですけど、この録画型のウェブ面接っていきなり期日直前になって指定されて、で、はい、答えてください、バーンって質問項目出るわけなんですよ。そしたら今って公務員の予備校も、まあ、結構閉まっているらしくて、で、もちろんそのハローワーク関係の公共施設もあんまりその模擬面接とか対面で指導とかもやってないとこあったりして、で、あと休日いきなりこういうの来られてもどうも相談するところがないじゃないですか。で、そうなるとですね、まあ、はっきり言って、オンライン上ですぐアドバイス受けたりとかできる受験生の人の方がかなり有利になるわけなんですよ。はっきり言うとですよ、この面接官が、うちの地域振興策を何かありますか、回答してくださいって言った時に、録画型ウェブ面接で例えばその私が教えてる人だと、もうその受験生のバックに私がこういるということなんですよ。で、その私はこれまでの動画で説明した通り、もう市役所の職員の経験5年も重ねてきているし、で、民間の小売業界でも経験重ねてきているんですよ。で、その市役所職員やってるうちにボランティアとかでも、さまざまな方の添削指導してきたし、もう今までさまざまなその自治体の事例っていうものを調べてきたりとかしてるんですよ。で、はっきり言って公務員を指導する上で私かなりベテランだなっていう自覚があってですね、で、さまざまな自治体の施策なども覚えているから、こういう考察力、企画力を問う質問があった場合、まあ、例えば人口減少対策の何か提案してねって言った場合はですね、まあ、この場合はまず自治体のある計画を調べたりして、で、現状の課題というものをしっかりと考察した上で、こういう解決策を導き出すと、かなりその面接官にとって質の高い回答になるっていう、ちょっとそういう自分の中でも手法っていうものが決まっているんですけど、まあ、こういうね、もう実際に施策立案してきたベテランの職員がバックについてる受験生と、もう自分の身一つで挑む受験生とじゃ、全然この面接の回答の内容違ってくるんですよ。この録画型ウェブ面接だと、その私アドバイス受けてる人だったら、はっきり言って私とその面接官の質問を受けてですね、どうするどうする、こうした方がいいかなとか、そういう相談して、で、回答を質を高めていくっていう、そういうことできるんですよ。で、それができない一人の受験生とじゃ、はっきり言って、裁判所で言うと、裁判、自分素人一人で挑むのと、片やもう一人相手方はですね、こうやって弁護士みたいについてるわけなんですよ。もう現役の市職員が勝てるわけがないじゃないですか。で、それがですね、録画型ウェブ面接が抱えているちょっと私が思う、まあ、課題なんですよね。でも、まあ、課題といってもやっぱりこれだけ日程が延期されている中で、もう受験生と市役所側の面接の担当者の日程調整というものも結構難しいという現状があって、で、これ以上日程伸ばすわけにもいかないから、一回やっぱその人の考え聞きたいな、面接したいなと思ったら、もうどうしてもこの録画型のウェブ面接するしかない現状があるんですよね。で、だからこそ今日のですね、これちょっと私の宣伝する兼ね合いとか言ってるんじゃないんですよ。私以外にもいろいろとその公務員の添削指導をオンラインでやってる方いるんでですね、この録画型ウェブ面接もありそうだなと思ったら、すぐに相談できる人、すぐにもうオンライン上でパッて連絡してパッてアドバイスしてくれるような人をアドバイザーにつけた方が絶対にいいってことなんですよ。ベテランの人ね、こうもうベテランの方に一度回答を見てもらってください。録画型ウェブ面接とか控えてる人はもうかなりですね、その人によって見てもらったか見てもらえないかで回答の質に差が出てくるんで、これが、実際にね、対面して、リアルで行う面接だとみんなフェアなんですよ。もちろんその私添削指導してる人も事前になんかこういう想定質もありそうだからこういう回答を考えられるねとか、まあ、そういう打ち合わせをした上で挑むんですけど、別にみんなフェアじゃないですか。その本番にリアルの面接だとどんな質問飛んでくるかわからないし、自分でその場で機転の利いた回答っていうものをしないといけないんです。もうだけど
録画型ウェブ面接っていうのは、質問与えられてからだいたい3日ぐらい猶予あるんですよ。で、3日ぐらい猶予あって、その間、まあ、自分もその仕事とか社会人の方ありますよね。で、日中働いていたらやっぱ夜に相談しようと思って もジョブカフェとかハローワークもやってないんですよ。だからあのオンラインで相談できる人、この人いいなと思ったらすぐ見つけるっていう、そういうこの人頼りになるなっていう人をオンライン上で確保しておいた上で挑んだ方が絶対にいいということなんですよ。そしたらそのベテランの方がですね、回答を見た上でここもうちょっとこうした方がいいかなとか、そういうあのその方の経験に基づいて、で回答の質を高めることができるっていうわけなので、これがちょっと今年の公務員試験でちょっと残酷なところだなって思ってます。で、まあ実際にその私の指導を受けてる方、まあ、その指導を受ける前の自分 あの地域振興策の回答と私の添削を受けた上で作った地域振興策の回答じゃ、こうかなりですね、その質が違うっていうのが分かると思うんですよ。いろいろ計画とか調べたり、あと、その人が考えている提案に対してはさらにこういった自治体の事例だとか、あるいはこういったあの根拠データを用いることができればさらに説得力が増すよっていう、そういう、まあ、ノウハウだとか知識が私の中たくさん溜まってるんで、そう相当その回答の質っていうものが変わるっていうのを自覚してると思うんですよ。で、まあ、私以外にもですね、結構そのね素晴らしい経歴持ってる方々とかが公務員の指導しますよってそういうのやってるん でぜひこの人頼りになるなと思ったら、そういう人オンライン上で見つけてすぐアドバイス受けられるっていう体制整えておいて試験に挑んだ方がいいんです。はい、まあ、普通常試験もそうなんですけど、特に録画型ウェブ面接だと、もうアドバイザーをつけるっていう重要性が高まってるなと思います。でここでアドバイザーつけてないこの身一つの人は、まあ、はっきり言うともうあの裁判に弁護士なしで挑まなきゃいけないとか、そういう感じでですね、ちょっとまあ残酷だなと思うんですよ。で特に今あのニュースでもやっぱその苦学生になっている方とかもいるじゃないですか。でそのアドバイザーの方も自分でやっぱビジネスとしてやっているんで、全てを無償で請け負ってでやるよっていうわけにもいかないんで、やっぱりその誰かにあのお願いするっていう、お金がない方は自分一人で挑むしかないっていう、そんな現状があって、そこが本当に残酷だなって思うんですよね、うん。でまあそういう状況になっているんで、ちょっと録画型ウェブ面接、私自身もいろいろ問題抱えてるなと思うんですけど、まあ今の現状を考えると、であと自治体の現状も考えると、これをちょっと進めていくしかないっていう状況です。はい、ということなんですよ。まあ今日ちょっとというか、人によっては揺さぶりかけちゃうような内容で、話そうかどうしようか迷ったんですけど、今一部の自治体で先行進んでいただいた中で、まあ、私が率直に思ったことで、これからウェブ面接控えている人はですね、やっぱりこういう点注意した方がいいよって、まあ、とにかくアドバイザー誰か見つけておいた方がいいよっていうのを伝えたかったんです。で、まあ、もちろん、まあ、LINE で、軽く無料相談で一言アドバイスなどもできたりするんでですね、まあ、そういった LINE の無料相談を利用していただいてもいいですよ。はい、ということです。はい、ありがとうございました。